ギルアド・シャリートは、イスラエル国防軍の兵士である。同国にて拘束中のパレスチナ人テロリストの解放を要求するテロ組織によって、誘拐、2011年10月18日まで5年半、1941日間に渡り監禁されていた。イスラエルとフランスの二重国籍を保有している。ギルアド・シャリートは、イスラエル北部の沿岸の町のハリヤで、父のアムと、 母アビバとの間に生まれた。兄弟にはヨエルト・ハダスがいる。2歳の時に家族と共にガリラヤ西部の居住地密閉ヒラーに転居。初等教育をメオナーで、中等教育をガリラヤの信仰都市、ケファルベラディームで高等教育をマノルかぶりで受けた。特に自然科学の分野で優秀な成績を収めている。2005年7月、兵役により、 イスラエル国防軍に入隊。第188機交流団の戦車部隊である第71戦車大隊に配属される。2006年6月25日の早朝、メルカバマーク3の乗員だったシャリートは、ガザとの境界線南部の監視施設に配置され、同地域の警備に当たっていた。しかし、彼は任務中であったにもかかわらず、居眠りをしていた。そこへ、 ガザからケレムシャロームへ通じる地下トンネルを通ってイスラエル領内へ侵入した複数のパレスチナ人テロリストが攻撃を仕掛けてきた。この攻撃によって戦車の乗員2名が死亡、その他4名が負傷、シャリートはテロリストによってガザへと連れ去られてしまった。誘拐時には彼も負傷していたと見られている。パレスチナ民衆抵抗委員会のスポークスマンによれば この攻撃は2ヶ月前に計画されたものだという。それから、丸1日たった26日、ハマースの軍事部門であるイズ・アディン・アル・カッサムの部隊、パレスチナ民衆抵抗委員会、イスラム軍を名乗る組織などが、相次いで声明を発表し、シャリートに関する情報を公開した。その声明において、シャリート解放の見返りとして、イスラエルにて交流中のパレスチナ人の囚人のうち、 全ての女性と18歳以下の男性の釈放に合意する陽動国に要求。ここにおいて初めてハマースがこの事件の責任を認めることになる。誘拐事件以降、シャリートが置かれている境遇についての情報は明確には伝えられていなかった。当初は誘拐後数ヶ月間はガザのイスラム大学で拘束され、その後別の場所へ移されたと言われていた。 事件からちょうど1年後の2007年6月25日、犯行グループが、ハマースの名義で、シャリートの声明が収録されたカセットテープを公表。その際、シャリートを監視しているハマースのメンバーが、シャリートの負傷が未だ得ておらず、より良好な医療設備を必要としていると表明した。一方、この事件に関与しているパレスティナの別の要人は、以下のように主張している。 このような主張にもかかわらず、シャリートは国際人権規約が定める赤十字医療班の診療を受けられないでいた。シャリートが誘拐されて以降、家族は赤十字を通じて彼へ手紙を届けるよう幾度も働きかけたが、2009年5月現在までに彼が受け取ったことが確認されている手紙は一通のみである。その手紙は仲介役として、 ハマースの指導者ハーレド・マシャールと会談したフランス大統領ニコラ・サルコジに託されたものであった。一方、シャリートからの手紙は何通か届いている。親愛なる父、母、兄弟へ傍教の思いを伝えます。あなたたちと別れ、牢獄の中での生活が始まってから2年が経ちました。それは長く過酷なものでした。私はなおも肉体的にも 精神的にも厳しい環境に耐え続けており、私の生活は多くの失意のうちにあります。以前の手紙にも書いたように、あなたたちが日常において、私の身を案じるあまり健康を損ねることがないよう、望んでいます。私は未だ自分が解放されて再び、あなたたちと出会える日が来ると考え、その日を夢見ます。その日が近いという希望をまだ持ち続けています。 しかし、それが、私や、あなたたちの一存で決まるものではないことは、承知しています。私は、イスラエル政府に対して、私の解放交渉から手を引かないようお願いします。政府の努力がレバノンにおける、兵士解放にのみ向けられることがないよう希望します。傍教の思いを寄せて、2008年6月、ギルアドより、2007年6月25日、 誘拐事件からちょうど一年経ったこの日、犯行グループによって、シャリートの声明を収録したカセットテープが公表された。その声明において、シャリートは犯人側の要請を飲む、ようイスラエル政府に訴えているのだが、これは犯人側によって執筆された原稿を読まされたものと見られている。イカ抜水。私を牢獄から解放するために、 彼らの要請を受け入れるべきことは明らかです。私が麻薬の売人であるのなら、ともかく国防軍の兵士であり、任務を遂行中であったことを鑑みれば、なおさらのことです。私に父と母がいるように、何千人ものパレスチナ人の囚人たちにも両親がいます。彼らの息子たちは、両親のところに帰らねばなりません。私は、 イスラエル政府がもっと私の身の上を案じてくれて、ムジャーヒディンの要求に従ってくれることを強く希望します。シャリートは、麻薬の売人という言葉を用いているのだが、これは2000年10月16日にヒズボラによって誘拐され、約3年後の2004年1月19日に解放された予備役将校、エルハナン・タンネンバウムを指していると見られている。タンネンバウムは解放後、 麻薬取引のために国境を越えたところで誘拐されたと告白している。また、シャリートはこの声明をヘブライ語で読み上げているのだが、原稿を書いたものがヘブライ語を母国語としていないことは明らかであった。つまり、文章の節々においてアラビア語特有の公文を確認できるのである。このカセットテープを調査した国防軍の幹部によれば、 シャリートが監禁されている場所が特定されないよう、犯行グループによってテープには音声処理が施されていたという。首相官邸前に設営された支援団体の仮設テント。首相官邸前に貼られた支援者のメッセージ。集会で演説する母アビバシャリート。事件の風化を防ぐためにイスラエル国内で配布されたステッカー。助けて。ギルアドはまだ生きている。 イスラエル国防軍はシャリート誘拐から3日後の同年6月28日にオペレーション真夏の雨を発動。それと並行して国際的な外交活動を展開したのだが特にエジプト政府の要人とは会談を重ねた。またシャリートがフランス国籍を保有していたことからフランス政府も彼の解放へ向けて積極的に活動した。しかし ハーリド・マシャールを中心としたハマースの軍事部門の幹部らが黒幕とみられる犯行グループはシャリートの解放には応じなかった。2006年6月28日から29日にかけての夜間、国防軍はヨルガンガー西岸地区にて数十人ものハマースの幹部を逮捕した。この中にはハマースの実力者ムハンマド・アブティールをはじめ、 8人の大臣と20人の議員が含まれていた。ただし、この作戦はシャリートの誘拐よりも数週間前から、イスラエル総保安庁と同検察局をも交えて、入念に計画され、当初の予定通り実施されたものである。この出来事にハマースの幹部は動揺し、誘拐事件解決の切り札をイスラエルに与えてしまったと不安視する者もいた。一方のイスラエルは、この作戦は、 ハマースを相手としたテロとの戦いの一環であると主張し、逮捕者を全員、テロ組織と関わった権威で法廷に立たせた。同年7月1日、犯行グループはシャリートの解放と引き換えに、パレスティナ人の囚人1000人の釈放を要求。イスラエル政府は、この要求を拒絶し、テロリストとの交渉には応じずに、シャリートを救出するという当初の姿勢を堅持する。また、 ハマースに対する軍事作戦を展開する一方、パレスティナ自治政府の核派首脳とは、活発に議論を重ね、対策を協議した。しかし、自治政府大統領、マフムード・アッバースが、国防軍兵士解放へ向けた、エジプトの努力は、ハマースの側の誠意、及び決定を受け入れる能力の欠如など、様々な混乱により挫折してしまったとの声明を、発表して以降、下火となってしまった。 さらには、ハマースの内部においても、イスマーイール・ハニー・ヤ自治政府首相が率いる、政治部門とハーリド・マシャールが率いる、軍事部門との間で対立が生じていることが、表面化した。同年7月3日、犯行グループが、イスラエル政府に対して、最後通帳を突きつける。彼らの要求は7月4日の早朝6時までの上記、パレスチナ人囚人の解放だったのだが、 それを拒否した場合の報復などについては明言されていなかった。イスラエル政府は公式にこの最後通帳を拒否。それに対してイスラム軍が声明を発表し、シャリートに関する情報はこれ以降一切開示しないと宣言した。同年9月12日、イスラエル軍事裁判所が同国で逮捕されたハマースの要人18名の釈放を命じる。政府はそれに対して異議を申し立てる。 政府側は、ハマースの要人の逮捕はシャリーイート解放のカードとして、利用するためではなく、あくまでも、対テロ戦争の一環であると主張する。同年11月26日、ガザにおける、国防軍の作戦を停止するのと引き換えに、ガザ近郊の街、スデロットを標的としたテロリストの砲撃を停止する、ことに双方が合意。これを受けて、イスラエル首相エフードオルメルトと、 自治政府のアッパースとの間で停戦協定が締結に達する。この軍事作戦によりパレスティナ側は394名もの人命を失っている。一方、イスラエル側にとってはシャリートの救出という大義名分を果たせぬままガザからの撤退を余儀なくされた。その後、オルメルトは世論からの厳しい圧力を受けアッパースと エジプト政府を仲介に立てて囚人の解放を交換条件にハマースとの交渉に当たっている。2007年9月8日、国防軍のアラブ人部隊がエジプトとの国境にあるガザのマチラファにおいてハマースに属する軍事組織の幹部アブーハーリドを拉致したとパレスティナ側が主張。アブーハーリドはシャリーという会事件に関与し、さらには彼の居場所を知っているとされていた。 しかし、イスラエル政府は、この件に関して一切コメントしなかった。2008年6月、この際、シャリートの解放に関しても協議が持たれたのだが、最終的には、合意文書に、シャリートの件は盛り込まれなかった。父のアム・シャリートは最高法院に出向き、和平の一環として、ガザとエジプトをつなぐラハの検問所が解放されたことに、意義を唱え、それを封鎖するよう嘆願したのだが、 その要望は却下された。同年9月12日、政府任命の調停人、オフェルデ・ケルが日韓し、アルハヤトの紙面にて、引き続きシャリート解放へ向けての交渉を重ねることを、表明。同年12月11日、外務大臣ツィッピー・リブには、質問に対する返答の中で以下のように述べている。私なり政府なりが、ギルアド・シャリートを、今すぐにでも解放できるにもかかわらず、 それを望んでいないと考えている者がいるのなら、それは完全な間違いです。兵士を戦地へと送り出している以上、政府は彼らの生命に関して責任を負っています。私たちは皆彼らの生存を望んでいます。しかし、この戦いの大義のためにはどうしても回避しなければならない選択肢もあるのです。彼ら全員をいつでも帰還させられるわけではないのです。 2009年1月17日、前年末に始まったオペレーション、灼熱の鉛の完了を前にして、シャリーとの解放が合意に達する間のすべての過程において、明確に説明がなされることを要望する旨を、両親が記者会見にて表明。同年1月22日、レハブアムゼイビの未亡人ラテロによって、夫を亡くした複数の女性が、加害者であるテロリストを引き換えに、 シャリートが解放されることに反対する声明を発表。これに対してテロ被害者の不景らがこの声明を批判するなど激しい議論が交わされるようになる。同年3月21日、シャリートが誘拐されてから1000日が経過する。同年5月11日、ノアム・シャリートが大統領シモン・ペレスの仲介でイスラエルを訪問中の教皇ベネディクト16世と面談し、 救助を訴える。2011年10月11日、収監されていたパレスチナ人テロリストのうち男性1000名、女性27名との交換により1週間以内に解放されるとの発表があった。この交渉はエジプト、ドイツ両国の仲介によるものとされる。この取引には外相アビグドール・リーベルマンなどの閣僚もテロ悪化の懸念から反対を唱えたが、 26対3の賛成多数により承認された。同年10月18日、エジプトガザ協会のラファ国防軍のヘリコプターでテルノフ空軍基地に移動し、同地で首相ベンヤミンネタニアフラの出迎えを受けるとともに家族との再会を果たした。健康診断の結果はおおむね良好とされたが、長期間の監禁による栄養失調と日光不足も指摘されている。友人 支援者、市民の熱烈な歓迎を受けつつ、同日中に、密閉ヒラーの自宅に帰った。誘拐事件から数ヶ月後のこと、シャリートが小学5年生の時に書いた物語が絵本となって、イスラエルで出版された。当時の担任教師が原稿を保管していたのである。その物語では、サメと魚との間で芽生えた、おおよそありえない友情について語られている。 差し絵には、同国のイラストレーション協会主催の展覧会において、募集、展示された、世界中の子供たちやイラスト愛好家の作品から、厳選されたものが用いられている。サメと魚が初めて出会った時というタイトルは、同国の作家シェレイエルカヤムの児童文学、ヘビとネズミが初めて出会った時をもじったものである。主な支援団体のサイト、ありがとうございます。